ブランドンはアメリカ合衆国フロリダ州南部ヒルズボロ郡の国勢調査指定地域がミシシッピ州からその最初の妻マーサと6人の息子を伴ってブルックトリデに着いた時がブランドンの街の始まりだった最初は家族と共に現在のセフナー地域に移転した続いて1858年8月にニューホープ地域で40エーカーの土地を購入し さらに160エーカーを買い増ししてその土地をブランドンと名付けた。ジョンと2番目の妻、ビクトリアの家は、後にナイツ通りとビクトリア通りの交差点確認となる場所にあった。その4年後、ニューホープ教会がブランドンの寄進した土地に建設された。この町における最初の教会としてある他に最初の学校としても機能した。1890年。 フロリダセントラルペニンシュラ鉄道がこの地域を通り、ニューホープの人々にムーンアベニューに駅の建設を促すことになった。フロリダセントラルペニンシュラ鉄道の儀士、チャールズ・エス・ノーブル現在のフロリダ州道60号線の北、ミード湖の南、キングス・アベニューの東、パーソンズ・アベニューの西の土地約40エーカーを区画割りするよう求められた。 この土地は1890年4月24日に登記され、ノーブルはジョン・ブランドンにちなんで、町の名をブランドンと名付け、通りの一つを自身に添えてノーブル通りと名付けた。ブランドンでも有名なランドマークである、ストアーズ祭場は、ジョン・ブランドンの息子ジェームズが建てたものだった。この時以来、最初の雑貨屋が、ムーン・アベニューとビクトリア通りの角に、 ダンギル版によって開店したことを始まりとして、ブランドンの街は急速に成長した。1905年、パーソンズアベニューに学校が建設され、ビクトリア・ブランドンが新しい教師たちのまかないを認めたので、その新しい学校は教師がいることになった。当時、ビクトリアの息子、ロビックが東隣のバルリーコに移転して雑貨屋を開店したので、 その町が発展を始めた。ロビックともう一人の息子マークが1915年にバルリーコバプテスト教会を作り、それが後にブランドンに移転して1930年には第一バプテスト教会となった。1916年までに町は地域の生徒すべてを受け入れるために大きな中央の学校を必要としていたので、 ナイツアベニューにブランドングレードスクールが建設され1年生から12年生までを教えた。1922年にブランドンでは初めての国勢調査が行われ、その時の人口は100人だった。1925年ホープウェル道路が幅9フィートの舗装道路となり、1927年にはクラレンス・ハンプトンのような住人がその通り沿いに、 事業を始めるようになった。クラレンスは最初のガソリンスタンドを開いた。1920年代、ブランドンの東側境界はパイヌッドアベニューだった。その向こうにはキングスウェイ養鶏場があり、冬の間に育てられた鶏がイーボルシティで売られた。世界恐慌の時代に養鶏場は閉鎖され、ブランドンの人口は約250人で落ち着いていた。 地元住人の多くは、バルリー湖にあったみかんの箱詰め所2カ所で働いていた。町の中心は、ムーンアベニューとビクトリア通りの角のままであり、そこには、鉄道駅、郵便局、学校及び雑貨屋がすべて集まっていた。娯楽やその他すべてのことのためには、鉄道で、短波に行くことであり、いくつかの舗装道路は埃や類は、貝殻が上に積もり、 タン波まで車で行くのは大変難しかった。第二次世界大戦はブランドンにとって興味ある時代であり、ほとんど成長はなかったが、絶対的な利点としてその農場で栽培した食料があった。戦後は新しい事業が再度広がり始めた。パーソンズアベニューとホープウェル道路の角にできた。 ドラッグストアとジューススタンドが十代のものの人気あるたまり場になった。1950年、有名な雑貨店のスコージンがホープウェル道路にオープンし、1953年には最初の医者、VR ハンター博士が開業した。1950年代はブランドンにとって真の成長時代の始まりだった。1954年にイエーツ小学校が開校し、 1957年には、満中学校が開校した。ナイツアベニューにあった、ブランドングレードスクールは、初代ブランドン高校になった。当時の年間卒業生は100人に満たなかった。1956年、ホープウェル道路は、アダモドライブと接続されたタンパへの通行が容易になり、ブランドンをタンパ市のベッドタウンに変えた。通勤者が増えると小区画ができた。 その最初のものは、キングスウェイ・アベニューのヒルデール・ハイツだった。1958年にブランドン・ニューズが設立された。これは1ページのニュース記事とスコージンの医療店の広告が掲載され、あるスコージンとクリススコージンが執筆していた。1958年に、ブランドンでは、初の名誉市長の選挙が行われ、ナット・ストームズが当選した。 1959年、ブランドン商工会議所が設立され、事業と町の成長を促進した。1960年代初期までに、ブランドンの人口は8000人となり、毎日一つの新しい家族が町に移転してくる、計算になった。ブランドンは隣接する、リモナ、セフナー、及びバルリーコの町に拡大を始めた。ホープウェル道路は4車線道路となり、 フロリダ州道6 5線に指定された。その後間もなく、町では、最初のショッピングセンターである、ブランドンセンターが建設され、1965年には、ブルーカー小学校とブランドン水泳テニスクラブが、オープンした。その後の数年間で、キングスウッド小学校、ブランドン公共図書館及び多くの住宅開発、ショッピングセンター及びゴルフコースができて、 新しい住人と事業の流入を加速させあるいはその影響を反映していた。1970年代までに町の成長で交通渋滞が始まり、商業とサービスの事業数は約430、ショッピングセンターは3カ所、人口は4万人となり、それらが全て半径6マイルの中に集まっていた。1970年代半ば、 ヒルズボローコミュニティカレッジが、公立学校で授業を行う形で、ブランドンに移転してきた。さらに人口を増加させたのは、ブランドンコミュニティ病院とブランドン文化センターが建設されたことだった。ブランドンは1980年代に急速に成長した。町の南側が開発され、新しい住人が数千人規模で増えた。 1986年9月27日、週刊高速道路75号線が、ブランドン地域を通り、街を劇的に変化させ、1988年には、人口が約10万人を突破し、事業数は2500以上となった。ブランドンは、北緯27度56分0秒、成形82度17分0秒。 北緯27.93333度八十82.28333度、27.93333-82.28333 27. に位置する。タンパ市とプラントシティのほぼ中間にあり、週間高速道路4号線と道75号線で、容易にアクセスできる。国勢調査の境界は、西の週間高速道路75号線、東のバルリー湖、南のリバービュー、 北のセフナーとなっている。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、地域全面積は29.3平方マイルで、この内陸地が28.7平方マイルであり、水域は0.6平方マイル、水域率は1.95%である。ブランドンに含まれる地区としては、バーリントンオークス東、ブランドンヒルズ、ケンジントンエステーツ、ラビバ、およびリモナがある。 ブランドンは、タンパ湾地域と同様に暖かい気候である。タンパやピネラス群とは異なり、例年氷点下にまで夜の気温が下がることが数日、ある。夏は長くて暑く、平均気温は下肢85度である。冬は寒く乾燥し、平均気温は下肢62度である。タンパ湾の立地域と同様、豊富な降水があり、年間44インチの雨が降る。 ブランドンの冬は、下肢30度台まで気温が下がる日が4日以上あるが、タンパでは、同じ時期の最低気温が下肢40度台と下肢50度台で、ある。冬に、下肢20度台まで下がることが少なくとも、年に2日あるが、日中の最高気温は、下肢50度台と下肢60度台に止まっている。降雪は稀だが、10年間に1回は起きる。 以下は突起ない限り2010年の国勢調査データである。2000年時点で、第一言語として、英語を話す住人は85.24%、その他の言語は14.75%だった。スペイン語を話す住人は111.07%、ドイツ語は0.57%、タガログ語は0.44%だった。ウェストフィールド。 ショッピングセンターモールブランドンは、タンパ市の主要、ベッドタウンとして知られ、過去4分の1世紀以上続いた多くの特徴ある、施設がある。アメリカ合衆国南東部で流行っている家族向けバート、グリルのレストランチェーン、ビーフ・オブラディはブランドンが誕生の地である。ブランドンには、ヒルズボロを地域交通が運行する、バス路線の地方線4本と高速線3本が、 走っている。系統8、プログレスビレッジから、ウェストフィールド・ブランドン系統31、タンパ中心街から、ラスキン系統37、ネットパーク交通センターから、ウェストフィールド、ブランドン系統46デイビスアイランズから、ウェストフィールド・ブランドン系統 22X。タンパ中心街から、ドーバー系統 25X、マックディル空軍基地からサウスブランドン系統27、 X 担パ中心街からフィッシュホークブランドンにはウェストフィールドショッピングタウンがある。地元映画館はリージェンシー20である。将来のスーパースターのための WWE の公式訓練施設フロリダチャンピオンレスリングが域内にある。ブランドンランニング協会と呼ばれるランニングクラブがある。ブランドンバレー団もある。 またミュージックショーケースを本拠地にするフロリダ芸能アカデミーもある。ブランドンの公共教育はヒルズボロー郡公立学校システムが運営している。ブランドンには公立高校のブランドン高校があり、1914年に開校した時はヒルズボロー郡で2校目の高校だった。公立中学校は3校、公立小学校は8校ある。私立学校として ベルショールズ・バプテスト・アカデミーがある。ブランドン地域図書館は2階建ての図書館であり、ブランドン、バルリー港及びリチアの町で利用されている。2006年7月と8月に大幅な改修が施され、2006年9月9日に再開された。ありがとうございます。